ここですね。今現在地がここです。で、今日は総合グラウンドクラブっていうのがあります。ちょっとそこに行こうかなと思います。で、まあ、遺跡のね跡というか、こういう高床式倉庫とか昔の時代の建物があります。大昔ですね。よいしょ。まあ、この辺りにかけて戦時中は軍の施設だったということで、こちらですね、あのジップアリーナの本当横にあります。こちらがその建物です。社交場です。特別にあの撮影許可をいただきました。ちょっと中入っていきます。これですね、この星のマーク、これがあの旧日本軍の関係の文木だということです。なんかそういうヨガをしたりとか、まあ、なんかそういうような、場所になってるみたいですけど、感じになってます。
ね。この天井も多分どうなんですかね、その当時のものなのかな。大体ね、2階もね、同じような感じの、建物というか雰囲気になってます。で今は本当にあの会議室になったり、まあ、レンタル、まあ、スペースになったりで、1階には、ね、カフェがあるそうです。で今日も本当にたまたま2階があの結婚式 の, なんかその写真のね、撮影をしてたのでちょっとあのね、今日はもうカフェ16時で閉まったんですけど、ちょっとね気になるお店でもあるなと思います。カフェがあったところはなんかそういうダンスホールじゃないんですけど、ちょっとした大きな会議をやったりとか、まあ、社交場だったのかなっていう感じは見受けられますね。ちょっと風強くて申し訳ないんですけど、これですね、この社交場の目の前に4つの塔のようなものがねあるんですけど、そのなんか何だったんだというようなことは、まあ、彫られてなかったりしますね。なんか文字がね書いててもいいんですけど、そういうのもなくて、まあ、おそらくこの社交場のゲート的な感じだったのかな。本当にここにあの何ですかね、穴を塞いだようなね感じなんですけど、扉があったのかなって。はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ぜひあのお近くの際、もしくは興味ある方、ぜひ行ってみてください。